あ、死んじゃった。いや、今の死んだのは所長じゃなくてそっくりな民間人だ。そうか、ちょっと不幸な事故がな。こういう悲しい事件を報告してはいけない。よくね。おもろもろ敵だよこれ。敵だ。何やってんの。まあここ全部カルテルだし。あ、クソ死にそう。やっちまえ。オッケー。HTI 強いな。一瞬で終わった。これは使えるな。アサルトライフルマガジン？多分 AK じゃないなこれ。違うね。アサルト。うん、じゃあ次はここか。これ最後だね。ストック、うん、ちょっと待ってね、弾補給したいな。これだったらこれなんという力。ファストトラベルした方が近い。そうか、ブラボー。 OK。 あら、ん、到着。あった、バイク変わってる。弾補給。よし、お、待て。お？バイクを手に入れた。よし。ショートカットできるかな？無理だ。あ、そこをショートカット。引っかかってる。そう、どい、どい。よし。あ、詰まった。くそ、よし。すぐそこだな。そうだね。カルテルいる。カルテルか。爆破しろ。ちょっと未確認拠点だから探し。とりあえずドローン爆破させようか。ドローン準備完了。あ、その前に、あ、あれ？ターゲット排除パーチの巣をつついちまった。ドローン爆破させたいって言ったのにさ。うん。いや、バレそうになったからしょうがない。いや、バレそうっていうかバレてたんだよ。よし、シースを見つけた。クリア。これ入り口どこだこれ。うん、あ、こっち。これあ、ここ窓から入る。え、窓。うん、え、いや、ここ開けれるか。開くのかよ。なんで。待って、これ回収してなかった。いいな。OK。補正ストック AK に使わない。はい。つかない。これで全部だ。じゃあマーカスジェンセン、ルシアンの、うん、マーカスジェンセン。どっか近いところないな。ヘリでバーッと降りていくか。うん、お、機銃ついてるじゃん。無理。おや、あ、待って、後ろすげえカルテルじゃない、ユニだってこの。何あれ。俺なん、あれはあれだ、フロルデオロのあの苦戦した。ああ、そういうこと。優秀な科学者がなんでカルテルのために働いてるんだ。カルテルは大学の卒業式の翌日、スキルポイント回収くらいでしかないな。金の詰まったケースを持って現れるんだ。でも何をやらされるかは分かってたはずだよな。ギャングのためにドラッグを作るんだぞ。千ドル札はいい目隠しになるってことだ。あ、優秀な。お、早くね、こっちだよ。だいぶ。よっと、だいぶ森沿い行きます。
あ、早い早い早い。あれでも敵いない、敵いないね。なんだこの地域の星、難易度5は何、ハッタリかで、なんだろう、なんかある。これは証拠写真。市場に到着した。ここは魔女市場、地元の連中が使うお守りや惚れ薬、それにジグなんかが売ってる。嘘だろ。気をつけろ、情報が正しければジェンセンは近くにいるはず。ジェンセンみたいなやつがここで一体何を探してるんだ。何にせよろくなものじゃない。ジェンセンは近くにいるよ。そして若干のカルテルが湧き始めた、うん、ああそういう。ジェンセンを確認。あ、ジェンセンいた。あ、いた。あ、じゃあなんかここもそんなに激しいドンパチするっていう感じではないんだな。ユニラットのヘリが巡回してる、気をつけろ。ジェンセン離せ、俺はただの科学者だ。手を挙げろ、早く。このファシスト野郎ども、俺はアメリカ国民だぞ。その場で両手を頭の上だ、何度も言わせるな。そうしなかったら。おっあっあっあっ、何ジェンセン、ジェンセン、おい、ジェンセン。オッケー、奴らの幹部が逃げるぞ。汚い手で俺に触るな。一瞬で捕まった。両足を打ち抜く、分かったら黙って進め。ちょっと待って、敵がまだいるわ。ちょっとそのまま捕まえといて。うん、 HDI にもうかかれば車両なんてもうね廃車確定だ。あ、待って、車両また来てる。よーし、あ、ジェンセン連れてくんだな。うん、ブラボーに連れてく感じ。オッケー、車、あ、投下負荷、この辺ちょっと道狭いか。はい、うん、ジェンセンをぶち込め。乗せれないんだけど。嘘乗せるにバツマーク。え、謎すぎ。ちょっとジェンセン話して。バグってる。は？腕がジェンセン。ジェンセンの腕が、ジェンセンの腕がめっちゃ伸びてる。なんだこれ。待って、俺さ、ジェンセン消えたんだけど、どこ。いやいや、ここにジェンセンがすごいことになってるぞ。待って、俺見えない。待って、しかもジェンセン触れれない。ジェンセンちょっと。いやいや。で、ジェンセン触れないんだけど。いや、わかんないね。全然わかんない。これはすげえ。で、ちょっと、ジェンセンの腕がこっちの辺までぶち抜いてる。いや、待って。どうしよう、ジェンセン。でも民間人が今度車に突っ込んでんだけど。え、待って、どうしよう、ジェンセン。いや、このまま行ったらさ、連れてったことになんない。無理で。なんないでしょ。え、困ったな。え、これ座席乗ってないもんな。ジェンセンどうしたらいいの、これ。ボリビア。ジェンセンここにいるって、ここに。やばいね。市司法。爆薬セット完了。はい。住民離れて、ジェンセンが今ちょっとボンネットにはまってるというか。そう。あ、死んだ、ジェンセン。死んだ。お、まあこれでやり直せる。うん、これでやり直せる。ジェンセン。え、普通にジェンセン確保してただけだよね。俺確保して下ろして、うん、だって腕がゴムゴムのジェンセンだった。いや、見たかった。じゃあ、まあプランはさっきと同じで、ジェンセンはあなたが確保して、うん、車両が近づいたら HDI で破壊する。 OK。 おい、
敵がいるぞ。あれここ多いな。あれこっち側は敵がいるのか。え、なんでこんな人増えた。いや交戦する必要ないから端っこからスルーしちゃおう。場所を教えてくれ。待機場の横だ。トラック乗れ。トラック、トラック。ああ、はいはい、あ、じゃあさっきのカルテルの人たちはこっちから回ってきたのか。あ、なるほど。いやジェンセン消費だよ。ああ、さっきカルテル来た人たちの方向にトラック横にして止めておけばいいんじゃないか。ああ、壁にすると。そうそうそう、さっき確かこっちの方から来たよな。うん、でも道狭いな、ここ狭いな。ちょっとここだったか微妙だけど、ちょっといい感じ。うん、まあいいでしょう。さて、これ到着したのは、ここは魔女市場。地元の連中が使う。なんか違うな、そっちじゃないかも。いけた。前線が魔女市場でなんかいかがわしい列でも買ったのだろうか。情報が正しければ前線は近くにいるはず。車の場所違ったわ。移動させるわ。オッケー。ちょっと住民避けてくれ。前線を確認。住民避けてくれ。こっちに止めよう。ジェンセンはこの魔女市場できっとね、あれだわ、あのそのなんだっけ、ゴムゴム飲みか、ゴムゴム飲みを食べてしまって腕がビヨーンとなってしまうようになってしまったんだ。そういう、待って、前線捕まえれない。奴らの幹部が逃げようとしてる。え、捕まえれない、捕まえれない。え、ちょっとジェンセン。あれ本当だ。え、ジェンセン、あれ消えた。悪魔の風圧かもな。おい、ジェンセン、お前なんか怪しい薬やってるだろ。なんですり抜けるんだ。やばいやばい、逃げる。車両。いや今ジェンセン逃げてた。消失したね。逃げた。クリア。みんな大丈夫か。あれ？どうなってるんだよ、ジェンセン。今逃げたもジェンセンか。何も言えない。マップにも映ってないんだけど、どうすん。え？ジェンセンどこ行った？ジェンセンやべえやつ。いや、いるぞ、まだ近くに、多分。いる？いやでもさすが難易度マックスだわ。難易度マックスここできたか。あれだ、あれ、いやなんかメダル近い。あ、来た、前線来た。こっち来た。え、来た。あ、ほんとだ。お前ちょっと待て、お前の座席乗るぞこの野郎。痛い、敵を倒せ。前線は倒すなよ。うん、あ、ジェンセンひどっ。これ敵だよ。それジェンセンじゃねえよ。やべ、ジェンセン逃げる。ちょっとジェンセンじゃねえやつ捕まえた。ちょっとジェンセン追いかける。痛い。ちょっと追いかけるわ。あ、ジェンセンいた、ジェンセンいた。いた？ジェンセン、そこ上にいる。あ、ホワイトだ。お前ジェンセン一体何がしたいんだよ。ジェンセンそっから動くな、もう。お前が歩けばバグが起こる。ようジェンセン。あれ？あ？待って、捕まえれないジェンセン。バグった？また。バグった。お前ゴムゴムの次は捕まえさせないつもりか。ここは大得ならしゃあない。いった、グレ飛んできたんだけど、ちょっと多分バグだね。大卒関係ないだろ。
困ってな、ジェンセン。わらわら。役割変えてみるか。変えてみる？俺がジェンセンを捕まえて、いや、もしくはもう最初から車に乗せちゃえばいいのか。さっさと。いや、あいつさ、話しかけたら、もう勝手に逃げるじゃん。そうだよね、うん、それ自体がバグだったりする、もしかして。ちょっと地雷設置しとくね、ジェンセン捕まえる前に。多分警戒されないよね。 OK、 待って、ジェンセン勝手に。え、あ、こっちこっちこっち。おお、 OKOKOK。 人も早く。このファシスト野郎ども、俺はアメリカ国民だぞ。その場で両手を頭の上だ。何度も言わせるなよ。そうしなかったら。あ、あれあれ。前線地雷踏んだんだけど。ユニラットのヘリが準備してる。よし、みんな無事か。え？ジェンセン？ジェンセン死んだけど何もなんない。どうなってんの、ジェンセン。わけがわかんないんだけど。おい、起きろ、ジェンセン。お前生きてんだろ、実は。お前起きてるだろ、本当は。生き返らせよ。これがね、生き返らせる魔術か。お前も死なないとダメじゃねえ。あ、そっか、生贄が必要だ。生贄。困ったな。もうわけわかんねえな。起動し直ししかないかも。え、起動し直し。ちょっと一回ストーリーミッションをトラックし直すか。ああ、そうする。このファシスト野郎ども、俺はアメリカ国民だぞ。なんか頭痛くなってきたな。ドラベルし直したら治るのかも。いや、トラックし直す。生贄は。生贄。トラックし直そう。ブションの正体はマーカス・ジェンセンというアメリカ人だった。これからこれでダメだったら一回他のストーリー進めてからもう一回やるみたいな。うん。市場に到着した。ここは魔女市場。地元の連中が使うお守りや。また消えたかと思った。それにジグなんかが売ってる。嘘だろ。気をつけろ。情報が正しければ、ジェンセンは近くにいるはず。ちょっと待ってね。ちょっと待って。何する？こっち来て、こっち。ジェンセンを確認、確保しろ。ちょっとさ、ぐるっと回っていくか、ジェンセンのとこに。もうカルテルが来る方向は分かってるから。とりあえず車、よくあるあの刑事ドラマとかでの立てこもりみたいに車を来る方向にもたくさん詰め込んで。あはは。つまりはここだ。ここにたくさん車を固めるぞ。どこかの拠点にトラベルし直すとリセットかかるかも。カルテルが来る道を防ぐ。よし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 、いいぞいいぞ。こんなもんだろ。ちょっとジェンセンの真後ろから確保に。ジェンセン相手じゃそれは無駄な努力なんだよな。何、ジェンセンは何、我々の能力をはるかに超える何かなんだ。離せ、俺はただの科学者だ。手を挙げろ、早く。このファシスト野郎ども、俺はアメリカ国民だぞ。その場で両手は頭の上だ。何度も言わせるな。そうしなかったら。もういっぱい来る。あ、詰まってる。いい感じに詰まってる。待て、ジェンセン待て。待って、あいつら登ってくる。何？待って、ジェンセン逃げる。はい、ざま。で、捕まえた。あ、光線頼む。いけたね。オッケー。
貴様ジェンセン許さんぞ。あ、後ろ後ろ敵を排除した。多いな。デザートイーグル強いな。あ、車両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 、待って待って、 HTI サプついてる。今回の前線は割と素直。あ、まあ、ジェンセン、ジェンセンまた離れやがった。クソジェンセン。いてててて、死ぬ死ぬ死ぬ。隙あらば貴様逃げ横って。痛い痛い痛い。待てジェンセン。出へね。そんなことなかった。全然そんなことねえよ。クソジェンセン待て。俺は追いかける。オッケー。あ、ジェンセン追っかけてるの。ジェンセン追っかけてる。ちょっと別の道から行くか。俺王冠マークその車にくっついてんだけど。え、いやいや、ジェンセンは乗っかってはいない。ここにはうっそ。あれ待って、ジェンセンまたさっきと同じとこにいるぞ。嫌な予感がする。うん、仁王立ちしてるし。あ、捕まえてる。どうする。タイヤ打ったら降りてくれるんじゃなかったかな。よっと、あれあれ、ちょ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 、よし。ジェンセン、お前触れるのか。よし、うるせえこの野郎は。分かったら黙って進め。え、ジェンセン確保したぞ今。今確保してる。今した。オッケー、車に乗せた。嘘、あのこの車2人乗りだから別の車両確保して。待って待って待って、すごいシュールなんだけど。え、なになになに。ジェンセンさ、助手席に立ってんだよ。え、立ってる。で、なんかね、めっちゃもがいてる、ね、矢に貫通してる。いや、また多分そっちの視点だけまたね、なんかバグってるとかだわ。明らかにおかしい。市場に来ただけの人間を逮捕するのか。黙れ、カルテルとの関係は。あ、やべ、めっ、あ、違う、あれは輸送車両か。科学者であるお前が魔女市場に何の用だ。コカイン製造に必要なのは溶媒や試薬だけじゃない。製造スピードを上げて強力なものに仕上げるために市場の魔女たちから特別な粉を調達してる。ほう、あ、例えば。例えばって企業秘密に決まってるだろ。俺のレシピが欲しければ金を出せ。このスポーツカーめちゃくちゃ速いな。いいな。ジェンセン殺してしまいそうだ。お前ジェンセンもうバグったりしねえよな。お待ちどう。いやー、やっぱジェンセン乗ってるよちゃんと。いや、乗ってんだけどさ、ここでめっちゃもがいてる。俺はただの科学者だ。ただの科学者が腕伸ばしたりするか。インタラクト。そばぐってたの。仮にお前らが司法権を持ってたとしても、俺は就労ビザを持ったアメリカ人だぞ。違法薬物の製造を進めてるわよね。性犯罪者と殺人犯を潤す違法薬物だ。それがどうした。銃を突きつけてるわけじゃない。薬を強要しているわけでもない。みんな勝手にやってる。それが個人の自由ってやつだ。わかったわ。こいつの頭を撃ち抜いて。おい、なんでだよ。確かに私たちにボリビアでの司法権はない。だから個人の自由にのっとってあんたの脳天をぶち抜くことにしただけよ。待ってくれ。何か言ったか。いや、何か取引させてくれ。もちろん、すべて話せばその反社会的な脳は撃ち抜かない。くそ。ああ、わかった。何が知りたいんだ。
それでいいわ。こちらボーマン、リベルタードではよくやったわね。前線を止めたことでビアビーガスからの全駆体物質の供給はストップして、生産は機能停止状態よ。カルテルは毎日莫大な額の損失を出して相当な打撃を受けるはず。いい知らせが聞けて何よりだ。お、次の作戦ベクターっぽい銃を、うん、あ、ちょっと新しい映像だ。あ、映像革新対経験、技術対伝統、若者対老人、ラグリンガ対エルヤよ、助け合うように願っていたがそうはならなかった。二人はあまりにも違いすぎた。何年もこうしてコカインを作ってきた。それが問題なの。製品への需要は増える一方だった。生産が追いつかないほどに。方法は問わない。科学でも伝統でも魔術でも、とにかく作れ。できなければ代わりを探す。ほう、よし、まさかね、ジェンソンでここまで手間がかかるとは思わなかったけど、この地方クリアだ。ほう、武器も回収済みだね。オッケー、よし、じゃあね、終わりますか。はい、いよいよね、北に行くぞ。北に、うん、南これで全部、もう南はコリゴリだ。ラクルスはまた今度来るとして、オコロカイマネス、そうだね、オコロから行こうか。オッケー、うん、じゃあ終わりますか。終わるか。お疲れさんです。